篠原孝幸、篠原孝幸、篠原孝幸、1976年9月7日大は、福岡県福岡市東区出身の元プロ野球選手、投手、コーチ。2013年に横浜 DNA ベイス,スターズで、現役を引退し、2018年まで同級団で一、軍投手コーチを務めた。広島県広島市生まれ、福岡県福岡市育ち。 幼少期より、全速に悩まされ、小学4年生時より体力をつけるためにと両親が、進めた野球を始める。高校での甲子園出場経験はなく、社会人でも、都市対抗野球や全日本選手権など、全国大会へ出場する機会がなかった。しかし、速球が知られ、地元の大英、元ソフトバンクを、逆指名し、ドラフト2位で入団。細身の体ながら、 キレのある速球一本で打者を抑え込む投球で一年目から頭角を表し51試合に登板した。しかし変化球が主にスライダーしかなく打たれ出すと止まらないのが課題だった。二年目のこの年に投資コーチから就任した小花高雄から新球種として投球に換球ができるカーブを覚えるよう指示されたがなかなかものにできず。 お花からも、投げれなければ起用できないとも言わていた。苦肉の策で投じたスラーブが、見事にはまり、キレの良い速球は、分かっていても打てないと言われ、これらを武器に見事セットアッパーとして飛躍した。篠原が投げると負けないことから、不敗神話と話題にもなった。9月25日、リーグ優勝を決めた、対日本ハム戦で、中継当番のみでの14連勝を記録した。 同年ルーキーの松坂大輔と最多勝を争っていたが、消化試合の近鉄戦で山本和則に決勝本塁打を打たれて敗戦投手になり、勝利数では松坂に及ばず、また1981年のマシ茂バ・シゲル以来となる勝率10割もした。シーズン60試合に登板し、防御率1.25、14勝1敗で最高勝率のタイトルを獲得。 大英発のリーグ優勝、日本一に貢献した。にも、セットアッパーとして、活躍、9勝を挙げて、チームのリーグ連覇に貢献した。ただし、監督推薦での出場が、確実視されていたこの年のオールスターには、監督を務めた、大貞治が、篠原の疲労による、自チームへの悪影響を考慮して選出せず、一部の、ファンやマスコミから、 オールスターゲームの私物化であるとの批判を受けた。同年オフに先発転向に挑戦。同オフに開いた結婚披露宴では、大川監督から今年の球勝と同じ数字を来年は先発で上げてほしいと激励を受けた。その後、チェンジアップやフォークボールの習得に励むが、投球フォームを崩し、以降、怪我に苦しむことになる。怪我の回復とともに、左膝が、 地面すれすれになるほど重心を低くした新しい方に改造。防御率0点台を記録するが1軍登板は19試合にとどまり、このフォームが原因で腰に故障を抱える。シーズン前半は腰の故障で棒に振るものの、後半に1軍昇格。オールスター出場を果たす。その後ストッパーとしてチームのリーグ優勝、日本シリーズ制覇に貢献した。 かつての速球で押す投球からスライダーなど変化球を駆使し防御率2.32、10S と安定した投球を見せた。9月30日のロッテ戦、千葉マリンで胴上げ投手になっている。この年は腰の痛みを和らげるためのブロック注射を打ちながら投板を重ね、翌年以降の不振につながった。は、左肩故障などでほとんど投板できなかった。 からは再び中継ぎ投手として活躍したが、店工事、真原高博の台頭もあり、徐々に登板機会が減った。2006年7月5日の西武戦、ヤフードームでは延長12回裏西の場面で、不良ズレータの代走として出場、控えの野手をすべて使い切ったため、また、これが、王監督休養前の最後の再配となった。はシーズン中盤あたりに一軍登録され主に、 対左のワンポイントリリーフとして登板したが、請求が悪く、支球でランナーを出して降板するなど安定しなかった。は左肘を故障し一軍登板なし。同年10月3日に、戦力外通告を受けた。手術から10分に回復していなかったため、トライアウトにも参加できなかったが、11月27日に、かつてダイエー投資コーチを務め小花高雄が監督に、 就任した横浜ベイスターズに入団することが決まり、年俸1200万円で気高の1年契約。左の中継ぎとして期待されたが、打ち込まれることも多く結局20試合登板で、8月4日の対広島東洋ガープ戦で7年ぶりの白星は、挙げるも、シーズンを通した成績は2勝0敗、防御率はプロ最低の11.70という結果であった。 リーグ記録にあと1試合と迫る37試合連続無失点を記録するなどシーズン通して好調で、左のセットアッパーとして自己最多の67試合に登板し1勝0敗、防御率1.84と先発投手が手薄なチームに貢献した。オフに FA 権を取得したが、せっかく得た権利。いろいろな思いがあったが、自分は一度死を切られた人間。 拾ってもらったんだからという思いが強くなったと、行使した上での残留を表明した。左のワンポイントとして起用されることが多かったが、左打者に打たれることが多く、50試合に登板したが、防御率は4.91と悪化してしまった。春に左肘を痛めた影響で一軍公式戦での登板機会がないまま、現役引退を球団に申し入れた。9月29日に、 球団から正式に引退を発表。翌30日に開かれた引退会見では、先発の思いを継いで抑えに託すことが僕の仕事と話した上で、中継ぎは一球でゲームを支配できるけど、一球でゲームを壊すこともあって、一球の怖さを思い知った。その中で、一つのストライクを取るたびに拍手をくれ、一つのアウトを取るたびに、 歓声や応援を続けてくれたファンの皆さんがいてくれたことで、このようなファンの前で投げたいと毎日思っていた。ファンの皆さんに支えられた野球人生だったなと思いますと、救援主体の投手生活を10回していた。2013年10月10日に DNA のコーチに就任することを球団から発表。2014年から2018年まで一軍投手コーチを務め、 2019年からはスカウトに就任した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。